お酒を飲み歩くより美咲さんののライブににに参参加したた方が参考ななるるとと思思いいまますそうです自分めお酒ってね、結構ね、まあ、飲んでてもね、あのー、いいことは実はあるんですよ。よくね、最近の、えー、と会社って、飲みニケーションを重視しない、要はお酒の時間ってすごく生産性がないんで、排除しようみたいな文化は実はあるんですけど、まあ、多分コロナの関係もあるんですけど、僕はそれすごく、えー、と否定的で、お酒を飲んで取引先と仲良くなったりとか、お酒を飲んで、えー、たくさん情報を聞き出したりとか、そういう うういうアルコールの場におけるそのコミュニケーションっていうのは結構会社をやってて僕は役に立ちました例えば現役の会社社長として年商130億行ってた時は取引先の方を接待してキャバクラとか一生懸命連れててシャンパンとかいっぱいね飲んでいただいてちょっと酔っ払わせてですね「実はこれどうなんですか?」とか「最近あの会社どうなんですか?」とか営業上の秘密を聞いたり っていうのはよくやってました。やっぱね、お酒があれば、やっぱ相手の口も緩むんですよ。そういうなんかそのアルコールを使った少しでもビジネスにとって役に立てようっていう、はい、発想だったり、姿勢は僕はすごく大事なんじゃないかなって思います。やっぱり社員ともお酒を飲んでコミュニケーションを図って絆が深まったりするんで、まあ、特に今コロナの時代でやっぱり問題だって言われてるのが、愛社精神がないって言われてるんですよえ。コロナなんでリモートワークじゃないですか。だから会社に行かない。オンライン上でね、その無機質にコミュニケーションを取るもん ですから会社に対して愛車精神がない、まあ、そもそもどこの会社に勤めてるか自分が分からなくなるっていう方がすごく多いんですよね、うん、でそれって僕は、えー、と競争優位性はないと思ってますやっぱり、えー、とリモートワークがすごく推奨されてる時代ですけども会社に来て顔を合わせて会社一体になるのとリモートワークでその機械的につながるっていうのはやっぱ全然違うと思いますし将来的な競争力は、えー、絶対会社に来た方があると思いますよやっぱりノウハウハとかも生まれます、えー、これれすこね GMO 熊谷さんが、えーとね、会社で研究したらしいんですけど、えー、リモートワークと会社勤務の場合パソコンのキーボードのタイピング数が大体、えーいいえー、在宅の場合リモートワークの場合出社する時に比べて20%から30%減ったっていうデータをニュースで発表してましたつまり、えー、リモートワークをすると社員たちは集中しないのかはサボるのかわからないですけども20%から30%の生産性のダウン 生産性の非効率化が、えー、と、図られるってことなんですよ。これはもうデータ的に。つまり、その20%、30%の生産性の欠如が積もり重なって、企業の競争力に響くと思うんで、僕はリモートワークあんまり良くないんじゃないかなと思ってます。なので、リモートワークをして、この会社すごいよとか、俺の会社すごいホワイトだよって一生懸命自慢して潰れていく会社を横目に、社員には少し大変な思いさせるかもしれないけども、えー、きちんとボーナスだったり、給与で還元するから、一緒に 会社来て仕事しようと周りがね、そんなね、わけわかんない無機質なコミュニケーションをやってる間に、俺たちは頑張ろうぜってやって、会社を成長させた方が儲かるし、よほどいい会社ができるんじゃないでしょうか。はい <laughs> えーと日本の会社が世界的に見て勢いがないんですけども、このまま日本やばいですか、結論から言うと、日本企業は本当に本当に本当にやばいと思います。もうこれね、数字で表、えー、れてるんですけど、例えば、アップルっていう、そのね、えー、とこの iPhone とかの会社あるじゃないですか、このアップルの会社の時価総額って、約3兆ドル、いわゆる330兆円、340兆円ぐらいあるんですよ。 でこれってどれぐらい大きいんですかと、3兆ドル、約330億兆円ってどれぐらい大きいんですかっていうと、東、え、証、ー、一部、えー、上場企業の一番最高峰の位である東証一部の全体の半分、東証一部の上場企業をかき集めて、合計した、えー、と規模の半分ぐらいをアップル、たった一社で占めちゃってるんですよね。これって 普通に考えてガーファって言われてますけどもえ日本の、ね、え企業って海外から見たらものすごいちっちっゃいんですよちっちゃいんですよ。 つまりどういうことかというと、えー、国際的に見ても国際競争力がやっぱり損なわれてるよねってことですよね、世界経済を牽引してるのはあくまでアメリカの会社だったりとか、中国の会社で、日本の会社って世界的に見たら全然影響力ないんだねっていうことなんですよね、正直。で、これ、なんでこういうことを起きるかというと、まあ、結局ね、イノベーションを埋めないんですよ、日本は。 規制、コンプライアンス、すごく保守的な政治によって、新しい革新的な発想だったり、想像をすることができない。だから、こういうね、えー、と結果になってるんじゃないかなって思います。はい。なのでですね、日本の,そのジャパニーズドリームっていうのは、今は正直ないんじゃないかなって思いますよ、世界的に見ると。うん、だから、日本の会社はもっと頑張ってほしいですけど、まず政治が変わらないと無理ですよね。 仮想通貨だって日本が先進的にね進めていたのにもかかわらず、えー、法律規制が仮想通貨を殺しましたよ日本の仮想通貨をあれだって外がたくさん獲得できたのにもったいないなって思うしすべて殺されていくんですよその規制保守的な法,法律によって政治家の保守だと思いますよ自己保身だと思うその結果が国民に幸せが来てることも誰も知らないで 分、まあ、かってるはずなんですけどもね、あのこういうし、ね、ことになってるっていうのが、日本の経済の実態なんでじゃないでしょうか。はい